おはようございます。マガンダンウマガです。 Welcome to マリアンサカハッピーライフ。はい、今日は、1月の9日の朝です。寒いですね。まだね、雪残ってるところは残ってるしね。はい、はい、ね、まりちゃん、うん、昨日もね、ブログ、YouTube のブログじゃなくてライブの発信をさせていただきました。まあ、千葉県出身というか在住の4人の、YouTuber でね、まあ、チャケちゃんっていう YouTuber がいるんだけども、そのチャケちゃんが今、花嫁募集中で、まあ、それに対しての、まあ、応援の、YouTube 発信みたいな、ライブ発信になりました。まあ、フィリピン人のいいところ、日本人のいいところをね、まあ、聞くっていうタイトルだったんですけども、まあ、ちょっと逸れちゃった感じもあります。ぜひ見てない方は、アーカイブの方で見てください。それから一昨日前は、バンブーハイ、フィリピン基地局さんと、コラボで、ライブ発信をしております。で、お互いのフィリピンなどの、衝撃の思い出、ベスト10、全部言うまで帰れませんっていうので、発信してます。ちょっと長丁場になってますけども、そっちもよかったら見てください。はい、でね、今回のテーマはこの間発信しました。フィリピーナがみんな困ってる、困惑してる、フィリピーノが困ってる、パスポートの延長ができないっていう、ブログを発信したんですけども、それに関する続編になります。ぜひ、貴重なものなので、ご視聴いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ではね、センターに向けて、まあ、今日までマリちゃんお休みなんで仕事手伝ってくれるんですけども、センターに向けて出発したいと思います。ね、まりちゃん寒いね。寒いね。じゃあレッツゴー、センター出発。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。ね、今2時ですけど、ようやく休憩が取れそうです。はい、今日のね、テーマをちょっとやりたいと思います。前にね、どのぐらい前だっけ、2週間ぐらい前かな、フィリピン人がもう困ってる、非常に困っている、うん、死活問題だっていうね、ブログ上げたと思うんですけども、六本木、東京の六本木、港区六本木にあるフィリピンエンバシー、フィリピンの大使館ですね、こちらの方で、まあ、皆さん関東地方エリアの人は、パスポートなんかも、更新するわけですよ、ね、古くなって期限切れるときに。で、それが更新ができませんっていうことになってて、大騒ぎになってる、皆さんフィリピン人の方ね、っていうブログを上げたと思うんですよ。で、その時に、まあ、中にはね、視聴者さんの中にはもう東京じゃ予約が取れないので、名古屋に新幹線で行って一泊して名古屋の、まあ、イミグレーションの支部みたいなとこね、入管の支部みたいなところで、予約を取ったんで、そっちでパスポートの更新しますと。で、まあ、周りにももう東京じゃ無理だから、名古屋行ってきますっていう人が結構出てきたりしたんですよ。で、だけど、まあ、まあ、名古屋大阪の方はね、カレンダーを見ると、イミグレーションのカレンダーを見ると予約がいつでも入れられる感じだったんです、名古屋大阪だけど、東京の方の予約のカレンダーを見るといつももうソールドアウトになってるわけですよ。全部埋まっちゃってるね。なんで東京、一番本店ですよね、本拠地ですよね、本部の方の東京がパンクしちゃってんのかなっていう。前はね、数年前は電話かければ教えてくれたし、あと直接行っちゃっても予約しないで行っちゃっても更新できたんですよ。だからそれが今は直接行くと予約を取ってから来てくださいってお断りされるんです。で、電話はつながらない、
でネットで予約を取ってください。でネット見ると、もういっぱいになっている、ソールドアウト。でじゃあいつ今度ネットは新しくなるのと、何月何日にまた更新します、来その翌月分が出ますからって言って、でアップするとその何月何日にアップするともうすぐソールドアウトになってる、そういう状態だったんですよ。でこれじゃあもうどうしようもない。で中には僕の知り合いの方で、奥さんがやっぱパスポート更新ね、しようとしたら1年待ちだとかって言われたらしくて、でもう困っちゃって、もうパスポートいらねえとかっていう話になっちゃって、でパスポート切れちゃってる状態なんです今。まあ僕の知り合いのね、フィリピン人の奥さん、パスポート切れちゃってる、そういう状態になってる。でまあマジちゃんもまめにその大使館のサイト、予約のサイトをもうしょっちゅう開けてたんですよ。そのなんていうのかな、更新される日に限らずもう毎日のようにチェックしてたんですよ。そうしましたら、昨日ですよね、昨日1月の8日の日曜日にまりちゃんが見たら、あれ2月何日か予約空いてるっていうことを発見しまして、で、まあ私たちも2月のね、まあマリちゃん金曜日がヤマトの仕事お休みなんで、で僕も金曜日だったらお休みが取りやすいので金曜日で探したんです。でまあ一応ネットで入ってって早く取らないともう早いもん勝ちだよってことで取りました。金曜日抑えました、2月の後半のね。ですぐ知り合いでやっぱり、今年切れちゃう人にね教えたんですよ。すぐ教えたっていうか、 GoTo フィリピンチャンネルの奥さんのマリアさんなんですけども、それでこの日取れるよって教えたんですけども、えっていうことでマリアさんもすぐ動いてネット開いてやったら、もう結構電話した後結構埋まっちゃってて、で同じ日にちを予定してたんだけど同じ日にちは取れなかった。だからもう本当に数分の間に埋まっていっちゃう感じで、おそらく多分このブログを見てる人たちはおそらくもう、慌ててやっても多分もう2月もソールドアウトになっちゃってるんじゃないのかなっていうのが現実なんですよ。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあイミグレーションの方で今度いついつ、予約の表ねカレンダーを更新しますよっていうのを待ってて開けるともうすぐソールドアウトになってしまうんで、そうじゃなくてもう本当に毎日のようにイミグレーションのサイトをチェックして、突然更新されたり突然空きが出たりするんですね。もうほんとめんどくさいんですけども、大事なパスポートのことなんで、ちょこちょこチェックして、もう空いてたらもう予約入れちゃう。うん、それかもしくはもう本当に時間とお金に余裕がある人は名古屋とか大阪で、比較的空いてるんで予約を取ればパスポート更新できるのかなと。でまあ一応マリちゃんも GoTo フィリピンチャンネルの、マリアさんもね、奥さんね、一応2月で予約は取れたんで、まあ、パスポートの更新はできるのかなという状況になって、まあ一応なんとかつながりました。なのでまあちょっとねイミグレーション電話出てもらえないとか、その予約が取れないってちょっとも非常事態なんですけども、本当に毎日のようにカレンダーチェックしてれば、空きが出たり、更新が突然あって、翌月の分が出たりして空いてたりするんで、もう空いてたら後ででいいやじゃダメなんです。もうその時に予約入れないとすぐ埋まっちゃうんで、実際それを実行していただければいいんじゃないのかなっていうふうに思いますんで、今回ブログで、経過報告ね、パスポートの更新の予約が取れません、どうなっちゃう、ね、それのね経過報告でブログ上げました。はい、っていう感じですね。まあね、パスポートないと、例えばフィリピンに一時帰国、コロナがねちょっと少なくなって行けても日本に戻れなくなっちゃうんですよ。困りますよね。そうなっちゃうと困るんで、やっぱりパスポートはちゃんと継続した方がいいと思うんで、もう今年切れる方はもう本当に早めに、半年以上早めにチェックして、イミグレーションのカレンダーをチェックして、特に東京の港区六本木のエンバシーに行く方はチェックをして、で予約を入れてください。じゃないともう1ヶ月前とかだともうほぼほぼ
更新できませんので、やってみてください。まあね、状況が変わって早く更新できるようになれば、まあ、一番いいんですけども、今はそういう状況なので、ぜひ実行してみてください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。ためになったかな、どうかな、ね、もしよかったら、いいなと思っていただけたらグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。私たち、マリアンドタカハッピーライフは、困っている頑張っているフィリピン人応援します。困っているフィリピン人も応援します。そういうチャンネルです。それと、日本人で、フィリピーナさん、フィリピーノさんと結婚したい、付き合いたい、お付き合いしたいっていう方を応援したり、注意喚起をしたり、そういうチャンネルになるんで、まあフィリピンのことをよく言ってるブログもあれば悪く言ってるブログもある。でもそれはフィリピンのことが大好きだから言えることであって、決して僕は嫌いなわけではないので、まあ悲観的なブログを見てもマイナスなイメージは持たないでいただければ非常にありがたいと思います。はい、以上です。以上です、ね、じゃあこれからちょっとお昼ご飯を食べたいと思いますんで、また次回。はい、では最後のポーズでいきたいと思います。せーの、バイバイポー。最後まで見ていただいてありがとうございます。ご意見とかあれば、Facebook マリタカかコメントでよろしくお願いします。ありがとう。